ございます。広瀬コーチです。今日はですね、広瀬コーチの1日 Vlog っていうことで、今朝の7時15分です。実はまだ今年大学自分4年生で、これから今日は大学の一限から授業が入ってるので、今車でちょっと大学に向かっているところです。授業は9時からなんですけど、まあ、高速乗って1時間ぐらいかかるので、まあ、余裕持ってちょっとゆっくり行こうかなっていうので、はい、ちょっと早めに家を出てきました。で、今日はスペシャルクラス U15 がある日なので、学校終わってスペシャルをやってっていう、ちょっと忙しい一日に毎週木曜日はなってる感じですね。なんかコロナ、僕が大学2年の頃にコロナが、こうバーって広まって、授業自体もほぼほぼこうオンライン授業っていう形になって、学校にほぼほぼ行ってなかったんで、まあ、それがあってスクールを始めやすかったっていうのはやっぱりありますね。正直今は埼玉市の、まあ、大宮と朝霞と川口で毎週スクールをやってるんですけど、今の段階で生徒数が、44名、今これだけ多くの選手と保護者の方に必要としていただけてるっていうのは全然当たり前だと思ってないし、もうその感謝の気持ちはもうひとときも忘れたことはないですね。まあ、それを忘れた、そこをなんかこう勘違いした時点で僕はもう終わるなって思ってるので、毎日今あるこの環境に幸せをかみしめながらスクールをやらせていただいてるっていうような感じですね。例えば一つの技術をこう習得するのに少し時間がかかってしまうと、パッとすぐできちゃう子もやっぱ中にはいるんですけど、どちらかといえばできない子の気持ちが僕は多分誰よりも分かるコーチだっていうふうに自分では自負してて、だからこそ自分の感覚的なこう指導じゃなくて、運動能力高い子でもそうじゃない子でもみんながこう理解できるようなトレーニングメニューだったりとか、言葉の伝え方だったりとかっていうのはやっぱりいつも常に考えてますし、ちょっと行きの車で長々と喋ってしまいましたが、ちょっと混んでますね。教室誰もいません。授業開始30分前に到着するというスーパー真面目学生やってます。昼飯、2時半です。大学が今授業が終わって、この後スペシャルの集合が6時半だから、あと4時間ちょっと近くあるんで、どっかカフェかなんか行ってちょっとスクールの事務作業をして行きたいと思います。時間になったので、ぼちぼちスペシャルの準備をしていきたいなと思います。で、今2時間半ぐらいマックで作業してたんですけど、中入って気づいたんですけど、パソコン持ってくるの忘れてて、まさかの大失態で、ずっと携帯で基本的にいろいろスクールのブログを書いたりとか、いろいろ作ったりとかしてたので、ずっと疲れました。スペシャルはこんな感じで、ウェアを一式、選手に貸し出しをしてるんですよね。こういう感じで基本的には終わったら洗濯はもうスクールが全部やるという環境が整ってます。あとはもちろんボールとかは通常スクールと一緒でスクールで用意しますけど、あとはこれも縦になってますけど、こういうボックスを使ってトレーニングをしたりとか、いろいろ通常スクールではこうなかなか使わないような道具を使ってトレーニングをしている感じですね。本当にここもめちゃくちゃいいグラウンドなので、飛んだり跳ねたり選手たちはこう痛みを気にすることなくできる環境が整っているのはすごくいいかなというふうに思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は大宮校担当のコーチにスペシャルをお手伝いしてもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい。
もう、はい、今ちょっとハマってキャッチがハマってないやつは、はい、おー、えい、おー、えい、もうホーリーはバタンクーじゃん、ホーリーで逃げていい、スタビオン止めなよ、フットワークなくして、ストップ、そうそう、はい、お疲れ様でした。こんな感じでアンダー15のスペシャルクラスが今ちょうど終わって、アンダー15スペシャルクラスは基本的にはもう本当に少人数で少数制でレベルの高いトレーニングをするクラスっていうことなので、まあ今日1人休みがいたんですけど、基本的には今季は4人で活動しているっていうような形ですね。内容的にはすごいシンプルなんですけど、まあ、ボールスピードだったりとか判断のスピードだったりとか、あとはそういうところを結構求めたような感じで、シンプルな中でも結構強度は高い感じになってたんじゃないかなっていうふうに思います。今9時半前ですね。この後今日スペシャルクラスの選択があるので、コインランドリー行って今日1日予約終わるっていうような感じになります。1時間弱ちょっとかかる会場なので、インスタライブをちょっとして帰ろうかなって思ってます。ヒロスラ GKC のアットマークヒロスラ GKC で僕の個人インスタがあります。そちらの方で定期的にインスタライブとか、そういうのをやったりしてますので、ぜひそちらの方もフォローしていただければいいかなと思います。じゃあ今から着替えて帰りたいと思います。はいはい、36分、洗濯も終わり、今家に帰ってきました。まあ、6時に出て帰りが今11時前ですけど、でもなんかすごい充実してて本当に楽しい日々を送れてるなって思います。こんな感じで全く需要があるのかどうかわからない Vlog になってるんですけど、ぜひなんかこういうの見たいよとかそういうのがあればコメント欄にいただければ、ぜひできる限りやろうかなと思うので、これからお風呂入っていろいろやることやって、今日はもうゆっくり寝ようと思います。明日もまた埼玉のゴールキーパーのために頑張ります。